歴史を捏造する反日国家韓国を担当しました、仙藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。今日はその著者の、西岡勉先生においでいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。まずこの本の、はい、読みどころといいますか、ちょっと著者の方から一言お願いできますでしょうか。そうですね、私は文政権が発足する、その前のパク・クネ弾劾のデモの時からですね、文大統領たちの勢力は大変危険な人たちだと、彼らは革命を起こそうとしていると、韓国の自由民主主義秩序を覆そうとしているということをずっとこのウィルの連載で、書いてきて、はい、その部分がこの本の真ん中ぐらいから後に入っているんですけれども、今日本では文政権がおかしいと、日韓関係の局面でですね、戦時労働者の判決、それを日本も従うべきだと言ってみたり、あるいは自衛隊機に攻撃用のレーダーを照射しながら日本に謝れと言ってみたり、おかしいではないか、だから韓国とは付き合えないんじゃないかという議論がありますけれども、韓国が日韓関係の局面だけおかしくなっているんではないと、韓国という国自体が相当おかしくなっていると、韓国全体が文政権によっておかしくなっていることの表れとして、はい、日韓関係も悪くなっているんだ、で そのことをもっと大きく言うと、北朝鮮と中国が全体主義ファシズムになって、はい、そのファシズムを支えているのは反日差別主義で、その反日差別主義ファシズムが韓国の半分ぐらい今侵食していて、その人たちが一応形式的には選挙で権力を取ってしまった、でその人たちは法治や自由や民主主義を覆そうとしていると、日本の危機というのは歴史上ずっと朝鮮半島から来たわけですけれども、朝鮮半島全体が反日勢力の手に落ちるかもしれないという危機の表れが今の文政権のおかしさであり、日韓関係のおかしさなんだと、そういう全体像を見ていただきながら文政権のおかしさ、それを踏まえて日韓関係がなぜおかしくなったのかということを論じたという点でですね、私、韓国北朝鮮研究40年やってますけども、その一種の集大成みたいなことを書けたと思って喜んでます。でもう一つだけちょっと強調したのはですね、はい、日本のマスコミがほとんど報道してないんですけども、ここでは詳しく書いたんですが、パク・クネ大統領は今33年の刑を受けて、まだ高裁で裁判をしていますけれども、日本では賄賂をもらったと、収賄罪だと報道されてますよね。確かに収賄罪で有罪になってるんですが、しかし彼女は一銭も自分のポケットに入れてないんです。それは裁判所でもですね、ここでも詳しく書いたんですけども、証明されてるんです。追徴金がゼロだったんです。つまり追徴金というのは犯罪の結果得た不当な利益を回収するという目的で課されるものなのですが、パク・クネ大統領は多額の賄賂を受けたと有罪判決に書いてあるのに追徴金はゼロだった。これは何かというと、奇妙なですね、経済共同体という論理を検察が導入し、そしてそれを裁判所も採用してしまった。チェ・スンシルさんという彼女の友達がいるんですけど、これ民間人ですね、その民間人とパク大統領は経済共同体だと。だからチェさんがもらったお金、あるいはチェさんの娘はオリンピックの乗馬の選手だったので、その高い馬をサムソンという財閥からもらったんですね。それも大統領に対する賄賂だと言ってるんですけども、共通の銀行口座があるわけじゃない、共通名義の財産があるわけでもないのに、友達だから経済共同体だ、こういう論理だったらですね、誰でも収賄罪で捕まってしまうじゃないかと。そうですね。ですから あとはですね、パク・クネ大統領が受け取ったとされている賄賂はですね、合法的に作られたスポーツ財団や文化財団に対する寄付金なんですね、これ当時合法的に認可されてたわけですから、
それが賄賂だっていうのはあまりにもひどい話ですし、そしてそのチェ・スンシルさんが事実上支配している財団だと言ったんですけど、チェさんは理事でも何でもない。でも韓国のマスコミはですね、そのスポーツ財団の理事長はチェさんがよく通っていたマッサージ屋の親父だと、マッサージ屋の親父を理事長にしたと、私物化してると書いたんですが、それは嘘で、その理事長はマッサージなんかやったことない、ソウル大学で体育 学で博士号を取ってる体育の専門家だったんですね。だから体育財団の理事長にふさわしい人なのに、韓国のマスコミが誤報をして、それを未だに訂正してないんですが、私は半分ぐらい日本のマスコミもおかしいと思うんですね。やっぱり日本のマスコミは韓国にいても日本のマスコミなんですから、韓国のマスコミの言うことをそのまま書くんではなくて、きちんと取材して何が正しいか書くべきで、パク・クネ大統領が有罪になったというファクトは事実ですけども、しかし本当にこれが自由民主国家の法治の枠組みで有罪なのかどうか、それを取材して、少なくとも賄賂は彼女は一銭ももらっていないということも有罪だとか逮捕されたという記事に書くべきなのに書いてないんですね。でそのことについては私はだから韓国語を読めるから、韓国の裁判の資料とかそういうものを読んで東京でここまで書けたんですけども、でもそれも日本でほとんど知られてませんから、ぜひその部分も、まあ、このウィルでは書きましたけど、もう一回まとめて読みますので、読んでいただきたいと強く思ってます、いや私もこの本編集担当させていただきましたけれども、読みながらこうゲラを読みながらですね、いろいろと驚いたというか、感じたことがあるんですけど、要するにまあ、国家情報院というか、そういったスパイを取り締まるとか、そういったその自由世界の要である韓国のですね、砦がですね、なんとその国家情報院とかそういう長官をやったりした人が今どんどん逮捕されて、そうなんですね、でかつて情報院の中でこう捕まったりとか警察に捕まった北朝鮮審判の主体思想なんかに共鳴してる人たちがですね、今その情報院の幹部なりになってるという、あと青瓦台大統領府の秘書官の半分が、80年代学生運動やってた人たちで、公開的に転校してない人ですからね、ですから読みながら私も以前佐々敦之さんの担当したこともあるんですが、初代内閣安全保障室長の肩書きの佐々敦之さんがですね、例えば日本で、変な政権ができて逮捕されてると、佐々さんが逮捕されて、佐々さんが捕まえたりした連合赤軍の、関係者なんかが、内閣安全保障室長になったりとか、いやあれ官房長官になってるとかって感じですよ秘書大統領秘書室長というのが、日本でいうと官房長官ですけれども、M. ジョンソクさんというこの本で書きましたけれども、秘書室長は80年代に国家保安法という北朝鮮を支持したということが罪で有罪になって刑務所に入って出てきた人ですが、その後も国会議員になってですね、北朝鮮のニュース映像を韓国のテレビが使うんですね、で北朝鮮は著作権条約に入ってませんから、お金払わなくていいんですけども、北朝鮮の代理になって、韓国のテレビ局からお金を取って北に送ってた、つまり北朝鮮の代理人なんですよ、文字通りね、その利害関係が一致してることを行動してた人が今、この12月に辞めましたが、ナンバー2の秘書室長だった。そして辞めた理由も、彼は次の大統領になってるとも言われていてですね、だから文大統領の支持率がちょっと下がったんで、沈む船から出て自分の勢力を結集しようとしてるんじゃないか、そういうちょっと信じがたいことが起きてるんですよね。ちょっと帯に嘘つきのオンパレードということで、書かせていただきましたけども、本当に、レーダー照射の問題にしても、徴用工の問題にしても、いわゆる徴用工、いわゆるですね、いわゆるね、慰安婦もいわゆる、慰安婦問題にしても、嘘つきと、言って差し支えない論理というかね、へりくつというか、羅列ですよね。朝日新聞が事実じゃないと言って訂正出してるんですから、嘘から始まったので、間違いないと思いますし、徴用工裁判と言っていますけれども、ここでも書きましたけれども、新日住金を訴えた4人の原告は徴用ではなくて募集で日本に来た人で、そのうち2人は試験を受けてですね、入社試験を受けて合格してきたんですから、だから徴用では全くないのに徴用工裁判という言葉遣いを韓国もそして日本も使っていること自体が嘘ですよね、
韓国問題では、うん、まあ、ヘイトスピーチとかね、うん、そういうのが言われて、その確かに、声だけ大きくてね、なんか韓国は出ていけとか、うん、そういうのをもう日本の中で、スピーチとして、する人たちもいて、うん、まあ、それが多少の規制を受けるというのはあり得るのかもしれませんけれども、少なくとも西岡さんの方はきちんと論拠を示して、論じているわけで、ここのどこにもヘイトスピーチとかですね、そんなもん、あのネトウヨと言われるようなですね、ものも全くないんですね。まあ、逆に私の本の中に韓国人、韓国保守派の中で今反省が出てると、うん、韓国の保守派が差別的な反日について克服しなかったから我々が負けたんだと、うん、今韓国の中で韓国がやってる反日は差別主義だと、うん、レイシズムだと言って、それを克服しなければ今の韓国の保守派の惨めな状態を打破できないという議論が公然とされてるわけです。だから韓国といっても一つじゃないわけですね、北朝鮮といったって一つじゃなくて、独裁政権と住民たちがいるわけですし、今も韓国もつまりその全体主義、北朝鮮の全体主義に組みする勢力が権力を取っていて、マスコミや検察や裁判を支配していますが、それに対抗する保守勢力もいると、うん、私はその人たちと友人ですし、はい、全体主義に反対するという意味で連帯できると思っています。この本をお読みいただいて、まあ、日韓関係の まずは正しい知識をですね、持っていただいて論じていけるような、そういう社会になるためにもこの一冊が役立つと思いますので、ぜひあのご一読いただければと思います。